ハーイ州はアメリカ合衆国において唯一のコーヒーの商業的な生産が可能な州である。またカリフォルニア州サンタバーバラとジョージア州でも試験的なコーヒー栽培が行われている。サミュエル・ラグレスはこの地域2828 28年にコーヒーをもたらした。フランシスコ・ド・ポーラ・マリンは1813年1月21日の公開日誌にオアフ島に コーヒーの種をまいたと記している。しかしこの種がその後どうなったかについてはあまり多くのことはわかっていない。1825年に HMS ブロンド号でハワイを訪れたジョン・ウィルキンソンはブラジルのコーヒーの苗を植えた。ハワイの指導者ボーキはオアフのマノア渓谷に土地を与えた。しかしウィルキンソンは1827年3月に死去し、コーヒーの貫木も成長しなかった。 切り枝がいくつかホノルルに持ち込まれ、またマニラからイギリスの領事リチャード・チャールトンによって新たな苗木が持ち込まれた。より多くの木が1828年または1829年にホノルル近郊の仮日、ヌイ渓谷に植樹された。ハワイ島ではヨーゼフ・グッドリッチが自給自足的な生活を営むヒロミッションを創設するためにコーヒーを植樹した。 クドリッチは広で12年以上にわたって食事を続け、ハワイ人にミッションのための資金源と彼らの食事用の野菜とトロピカルフルーツのために指導を行った。サミュエル・ラグレスは1928年7月にハワイ東部の広から西部のカヒコル教会に移った際に粉地域に切り枝を持ち込んだ。確立するまでには時間がかかったが最も成功を収めた。 コーヒーの商人のパイオニアヘンリー、ニコラス・グリーンウェル・カウアイ島における初期の商業的投資は1836年に始まったが、1845年には失敗に終わった。カウアイ島とハワイ島の最初の生産校の記録は1845年のものであり、わずか248ポンドであった。1848年のグレート・マフェルと呼ばれる、 土地再分配政策により土地の私的所有権が初めて認められた。一時はマウイ島の多くの土地でコーヒーが栽培されていたが砂糖やその他の作物に添削された。特に貝殻虫による中外によって他の島々でも多くのコーヒーの干木が被害を受けた。粉地域の勾配は貝殻虫の生息に適さなかったため被害を受けず、 ハワイにおけるコーヒー生産の中心地となった。粉コーヒーはその名の通り、粉で飲み生育するコーヒーである。1873年、ウィーン万国博覧会において、粉の商人ヘンリー・ニコラス・グリーンウェルが、粉の知名度を高めたとして、優秀賞を受賞した。1880年頃、ジョン・ガスパルは、 最初のコーヒー製粉所をハワイ島のケアラケクアワン近くに設立した。1892年、グアテマラコーヒーがドイツ人の応援手ヘルマン・ビデマンによってハワイに導入された。またこの頃、伝統シの蔓延を抑制することが可能になった。アメリカ合衆国がハワイを併合した1898年、関税が引き下げられたため、砂糖の生産が拡大した。このために、 コーヒーの貫木が伐採されることもあった。1899年から1900年にかけて、コーヒーの価格が暴落したため、残っていたコーヒープランテーションも全滅した。1916年のコーヒーの生産口は約2.7万ポンドにとどまる一方、砂糖の生産口は向上を続けた。その後、1917年に始まった第一次。 世界大戦と1918年のブラジルでの総害によって世界的なコーヒー不足となり価格は上昇した。砂糖のプランテーションで働いていた日系人労働者は雇用契約満了後、しばしば粉で小規模な農園を営むようになった。1922年までに粉以外の範囲のコーヒープランテーションは消滅した。1930年代の世界恐慌により、 価格が暴落し多くの農家が債務不履行に陥った。第二次世界大戦後、南米は再び総外に見舞われ、1950年代に再び価格が上昇した。1957年には最盛期を迎え、生産高は18万ポンド帳に達した。1970年代までに観光産業に労働者が流出し、生産は下落していった。 1990年代に砂糖やパインアップルのプランテーションが閉鎖されたため、コーヒー産業は緩やかな回復傾向にある。ハワイのコーヒーの木標高700フィートから2000フィートの地帯にかけて存在する粉のコーヒーベルトは約2マイルにわたる。他のハワイ諸島では、はるか南に位置するカウ、南東のプナ、北東のハマクアでコーヒーが生育している。ハワイでは、 年間を通してコーヒーの収穫が可能であるが、最も生産が多いのが夏であり、翌春まで収穫が続く。2008年から2009年期の統計では、ハワイ島には約790軒の農家が存在し、他の島にいる農家は約40人であった。1エーカーあたりの平均収穫量は1400ポンドであった。 州のコーヒーの作付け総面積は7800エーカーであった。ハワイ島以外の高地は全体の半分をやや上回る程度であり、他の島、特にカウアイ島の平均高地面積はハワイ島を上回る。2007年から総生産高は約8.6万ポンドに増加したが、単価はドルベースで約8%下落している。 砂糖やパインアップルのプランテーションを営んでいた農家がコーヒーに添削している。モロカイコーヒー、カウアイコーヒー、カウコーヒーはそういった例である。ありがとうございます。